百均や日用品を活用。マウント炭工事薪ストーブメンテナンス編です。はい。今回はちょっと一晩燃やしてみたんですけど、こんなにですね、ガラスが汚れております。はい。加えて、もういろんなところに汚れがついてますね。ちょっと一本出してみます。はい。こんな感じでね。もう中が汚れておりますね。煙突のね、こう差し込み口のとこも、こんなんですよ。薪ストーブ、ついつい楽しくて天板で調理したりですね、まあ天白したりするとすすが結構溜まっちゃいますよね。今回はメンテナンス編ということで、100均や日用品を使ったメンテナンスをご紹介したいと思います。はい。薪ストーブのですね、メンテナンスですけども、だいたい30分から1時間ぐらい時間見てもらえればいいかなと思います。スペースはというとですね、だいたい畳2畳分ぐらいのスペースがあれば問題ないかなと思います。使ってるのは天幕デザインウッドストーブ S 専用ブラシです。煙突の汚れがすごいですね。煙突のこの接合部なんかもすすがたまるので念入りに落としていきます。結構汚れがたまってますね。はい。このね、ちょっとオプション品というか、付属の金具のサイドテーブルの部分なんですけど、汚れがつきますんで、ここもこまめに拭き取りましょう。はい。付属品の金具のサイドテーブルの部分も、きれいにしていきましょう。はい。こういった天板のパーツはもうほうきで、100均のほうきとちりとりのセットですね、で乾いてあげて、ちょっと気になる人はもう乾いた雑巾で、拭いてあげるときれいになります。はい。ガラスがね、結構ね汚れております。一応周りにちょっとくっついてるすすなんか軽く取ってあげて、ガラスマイペット少しつけましょうね。はい。ガラスマイペットつけます。少量でいいです。金属のところにあまり触れないように磨いていきます。ガラスの部分はガラスクリーナーを雑巾につけて、金属部分に触れないようにすればきれいになります。結構頑固なやつはですね、こういったスクレーパーで少し削ってあげるといいですね。ただ、ここ取りやすいです。ちなみに MSR のスクレーパーなんですけど、最近はもうセリアにね、こういうのも売っております。ガラスクリーナーの水気が残ってるといけないので、乾いた雑巾で拭きましょう。乾いた雑巾といってもですね、うちはですね、結構着なくなった T シャツなんかをカットして使ってます。サスティナブル。はい。これね、ガラスクリーナーでね、きれいになりました。
外観ですね、上に鍋を置いたりとか、まあ、調理とかするとですね、もう結構汚れちゃいます。で、頑固なやつはやっぱこうスクレーパーを駆使してね、ちょっとこすったりしてあげて、こういうね、油の細かいところもね、ちょっと固まってたりするので、で、あと乾いた雑巾で拭きましょう。一番汚れるのがちょっと天板なんですけども、ここはねちょっと後ほど仕上げをしていきます。あとまあ全体ねちょっとグリに汚れてたりするので、空拭きしていきましょう。まあ、この煙突のね、差し込み口の方も、一応空拭きしておきましょう。はい、天板の裏もねちょっと汚れてますんで、こちらを、うわすごいですね、磨いていきましょう。汚れてますね。はい、こちらもちょっと空拭きしていきましょう。結構ねしつこいので、やっぱりこうスクレーパーの出番かもしれないですね。結構ね硬いんですね、スクレーパーで。取れるところはちょっとね取っておいて、パックしていきます。動画見られて気づいたと思いますが、スクレーパーめっちゃ使えます。はい、ポイントはですね、この中の方は、水気厳禁ですね。ちょっとサビの元になっちゃうので、もう付着してるのが取れるくらいでいいかなと思います。こちらも結構汚れてますね。頑固なやつをちょっとこれで剥がしちゃって、空拭きしていきましょう。やっぱりここも水気厳禁ですね。カビの元になっちゃうので。そしてやっぱり頑固なこびりつきはやっぱりスクレーパーですね。綺麗になりました。中のね、すすをかき出していきます。もう可能な限りですね。内部は100均のこのホッキアンドシートセットで灰を取り出します。結構汚れが溜まってますね。動画見られるとですね、気づいたと思いますが、スクレーパーめっちゃ使えます。天板ですね、どうしても鍋を置いたりね、汚れちゃうんで、オイル塗っておきます。天板はオイルをですね、薄く塗って、きれいに仕上げましょう。もうスープでいいですね。綺麗になりました。動画見られてちょっとお気づきになられてるかと思うんですけども、ブルーシートですね、の上にですね、新聞紙を引いて、
新聞紙引かなかったところはですね、やっぱりちょっと汚れてちょっときれいにするのが大変だったので新聞紙引かれた方がいいかと思います。マウント炭工事薪ストーブのメンテナンス編、参考になりましたらチャンネル登録お願いします。